川崎機105式戦闘機飛行第5戦隊所属の5、式戦1型5式戦闘機は、第二次世界大戦時の第日本帝国陸軍の戦闘機である。基番号は棋100。略称、故障は5式戦だが、陸軍の各種公文書上では5式戦闘機の故障は一度として、用いられておらず、棋100とだけ表記される。他の陸軍機に用いられた公式愛称、また、 本気固有の連合軍、コードネームも存在しない。ただし書類上などでは便宜上、トニー2とされたことがあったという。川崎内では、機の百、または、百、陸軍航空省では、0百、または、百と呼ばれていた。以下、本校では、一般的な認知度の高い、五式戦闘機の故障を用いる。開発、製造は、川崎航空機。 設計主務者は、土井ケ雄。帝国陸軍最後の正式戦闘機とされる、軍用機である。製作不良、整備困難などから、液冷エンジン8、8 4 0の供給不足に陥り、機体のみが余っていた3式戦闘機に急遽、空冷エンジン8、8 1 2 2通を搭載し戦力化したものであるが、時間的猶予のない急な設計であるにもかかわらず、意外な高性能を発揮。 整備性や信頼性も比較にならないほど向上した。5式戦闘機は、対戦末期に登場し、また、生産数も少ないために、実戦での活躍は少ないが、末期の日本陸軍にとり相応の戦力となった。偽証出力は1500馬力と4式戦闘機には、及ばないものの空戦能力、信頼性とも当時の操縦士には好評で、 アメリカ軍の新鋭戦闘機と十分に渡り合えたと証言する元操縦士も多い。本機には正式な正式指示がなく、陸軍最後の正式戦闘機でもなければ、正式化されていないがゆえに、五式戦闘機という名称自体が便宜上のものとする説もある。本機は上述の通り、三式戦闘機に搭載されていた液冷エンジン、波マイナス百四十または、 波マイナス42生産上整備上著一い不備があったため、これを空冷エンジンである波112通に換装し、それに伴い必要な措置を取ったのみの急増の機体である。機体自体は急降下時の制限速度が時速 850km と高いものであったり、開発時のテストで主翼のシュゲタが 15G に耐えられるなど非常に頑強なものであった。 また液霊エンジンに合わせて胴体幅は最大で 840mm に抑えられていた。原型機の設計、機体構造やその運用の歴史などについては3式戦闘機または3式戦闘機開発の経緯と機体内部構造を参照。5式戦闘機は全面投影量が少なく空気抵抗の少ない液霊エンジンを搭載した3式戦闘機2型の機体に 本来搭載の予定されていなかった直径の大きな空冷製型エンジンを緊急に取り付けて戦力化したものである。三式戦闘機はもともとドイツ製疫礼同率12機等エンジン DB601 を国産化し、川崎がライセンス生産していたハ40を搭載していた。初期型の三式戦1型甲、オツ型は 12.7mm 機関砲を4門。 または 12.7mm 機関砲2門と 7.7mm 機関銃2門の武装を備えて時速 590km を発揮した。登場時期においては相応に優秀な機体であり、戦局は有利に運ばなかったものの、1943年から1945年にかけ、ニューギニアとフィリピンで連合国の機体を相手としてよく戦った。 三式戦闘機の全面写真。細身の水冷エンジンを装備しているただし、液連式航空エンジンの生産は、当時の日本の機械加工技術では手に余った。滝筒時下、並列エンジンは、構造上クランクシャフトやカムシャフトが星型より長くなるが、当時の日本では、長い部材に必要な精度と強度を持たせる加工が困難であった。 また一部合金の制限などを受けながら、生産したという事情もあり多くの不具合が生じた。また、前線の整備兵も、液冷エンジンの取り扱いには不慣れであった。原因として、マニュアルの不備、教育の不徹底、整備方法の切裂さが挙げられる。これらは三式戦闘機の稼働率と直結し、直接の戦闘力はともかく、信頼性と、 戦力定数を揃える上で、かなりの不満があるものであり、川崎内部でも以前より空冷下案が出ては立ち消えていたという。後期型の三式戦一型艇は 12.7mm 機関砲2門に 20mm 機関砲2門と武装を強化し、また相応の防弾性能を持たせたが、改造による重量増で速度が時速 560km に落ち、 上昇力が低下するなど飛行性能は悪化した。三式戦闘機のこれ以上の性能改善にはより強力な新型エンジンが必要な状況であった。特に下級機など航空性能を支持するエンジン技術には不足が多く高度1万メートル付近では水平飛行を維持するもしくは浮かんでいるのがやっとの状態でありこの高度を巡航する。 B-29 の迎撃はおぼつかなかった。したがって B-29 の溶撃には待ち伏せして一撃をかけるのが精一杯であった。この航空性能の不足は最後まで改善を見ず、3匹戦闘機においては、機銃の一部や防弾装甲などを外してなんとか戦闘空域まで上昇し、体当たり攻撃が行われたほどであった。 1942年春、ハ40の基本的な構造はそのままとし、1500馬力急駅例、倒立 V12 気筒エンジンハ140の開発が行われた。この新型エンジンは、吸気圧を上げて、エンジン回転数を 2500rpm から 2750rpm とし、利小出力を1175馬力から1500馬力に、 高め、大型化した、下級機の冷却のために、水メタノール噴射装置を導入したものである。しかしながらこのエンジンの生産は、非常に難航した。このエンジンを搭載した、最初の形式である、記録11通は、1943年9月から1944年1月までに発機の、試作で中止され、9機目からは、記録11通改め、 三式戦闘機2型として生産されたが、1944年8月までに30機の増加施策を経ても、いまだにエンジンであるハ140の生産が安定するには至らなかった。赤市工場に通いトラブルの調査を行っていた、審査部の名取富夫大尉も、ハ140には見込みがなく、整備屋として、これに乗って飛んでくれとはとても言えないと考えていた。 エンジンの生産数を見るならば、44年7月に20台納入の予定が8台、8月は40台納入予定がわずかに5台、9月に至っては1台であった。一説にはこの時海軍の厚さを調達して装備することが検討されたとも言われるが、両エンジンの仕様の違いなどから実現にしなかった。百四十四年八月には三式戦二型の 実戦化に見切りがつけられた。機体の生産の削減が行われ、代わりにイオン式重爆撃機の生産が支持される。削減後にも工場内において低調な生産が続けられ、1944年12月から1945年2月の時期には三式戦2型の首なし機体が常時200機程度、川崎の工場内に滞るという異常事態が起きた。 航空戦力として全く期待ができない状況であった。最終的に3式戦闘機2型の生産は100機程度で一旦打ち切られることとなった。しかし、アメリカ軍の爆撃により完成機の一部が破壊され、陸軍に納入されたのは60機程度であった。なお、1945年6月から8月の整備計画には3式戦闘機が残されていることから、 は4 0の生産が安定すれば生産が再開された可能性がある。三式戦闘機2型の実戦化が父として進まない段階において川崎の工場内にはエンジンの装着されない三式戦闘機が並べられているのが状態化していた。この状況から航空審査部飛行実験部長の今川一作、大皿は 1943年末頃に早くも3、式戦闘機の空冷化を提案している。これは、木61通、最初の8揮の試作が完成した頃からすでに、行われていた提案であった。つまり、母体となった木61通の完成前から、すでに5式戦闘機の計画が存在していたのである。設計主務者の土井にとっても首なし機が並ぶ、この状況は、 受け入れがたいものであり、三式戦闘機の空冷エンジンへの感想を考慮したこともあった。1944年初期にはかなり空冷化に気持ちが傾いていたとされる。しかし、同じ川崎の赤石工場では、破140の生産に心血を注いでおり、これは提案できる状況ではなかった。また、海軍は破40と同様に、 DB601 をライセンス生産したアツタを、愛知航空機に生産させ、水星艦上爆撃機に搭載していたが、これの性能向上型である、アツタ32型も、やはり波百4 0と同様に量産に苦労しており、水星の空冷化が考えられていた。これを知った、航空本部総務課の技術主任である岩宮、万少佐は、土井に対し、 三式戦闘機のエンジンを、百式司令部偵察機で実績のある1500馬力急空冷性型エンジン、波112通に換装する、よう提案する。土井はすでに覚悟を決めていたのか理解を示したようで、あるが、話はうまくは進まなかった。この原因に関し、渡辺の説によれば、三式戦2型の空冷化を図れば、波140を生産している。 川崎航空証工場は当面生産ラインが遊ぶこととなり、これを軍事省が問題としたらしい。また、派112通の供給も潤沢とは言えない状況であった。最後に、土井も懸念した川崎証工場各位への人情が挙げられた。だが1944年4月、今川大佐は、 水冷エンジンの戦力化に見切りをつける決心を固め、川崎に対して内密に空冷化を打診した。8月、または9月には三式戦闘機2型が100機程度で、生産を打ち切ることが決定された。軍需省は1944年8月の2型の生産縮小の後、1944年10月1日、川崎に対し、首なしの三式戦に、 空冷発動機を搭載した機100の開発を指示した。古峰の文献によれば、指示の時期は、川崎航空機工業株式会社、航空機製造遠隔において11月とも記載される。前景文献によれば、この月の首なし2型の在庫は68機であった。空冷化にあたり選定されたエンジンは、金星62型、陸軍名称派112通であった。 これは、波140と同様の離小出力1500馬力級エンジンで、あるが、空冷星型14気筒の構造を持ち、境よりやや大型で、直径は1218ミ、mm、リメートルである。なおフルミネは、木99と木101の試作指示が1943年7月9日に出されていることから、木100もこの頃にはすでに機体番号を与えられ。 ある程度の検討がなされていた可能性を指摘している。正面から見ると、エンジンカウルと胴体の間に段差があることがわかる。エンジンの乾燥が決定したが、技術的問題は、胴体幅 840mm の3、式戦闘機に直径 1218mm の刃112通をどう搭載するかであった。にれば、カウリングでエンジン周囲を覆うなどの処置を行うと、 この部分の幅は最小でも1 2 8 0ト、mm、ルになった。幸いにも発動機を搭載するため機体に装備される。発動機化は少々の改造で設置することができ、また三式戦闘機の主翼と胴体の接合は少々の重心位置変更には比較的容易に対応できる構造でもあった。単純に空冷エンジンを乗せると胴体の外形において、 左右に 200mm 以上の段差ができるが、この部分を放置すれば機体外形に沿って流れ込む、空気の下流を生じ、大きな空気抵抗となる。この部分の胴体を滑らかに成形すれば、空気抵抗は減少するが、機体外反を大きく覆うことで重量が増加した。最終的にこの部分にはドイツから輸入していた FW190A-5 の設計が参考とされた。 カウリング左右の後半部分にエンジンの排気管を集中させ、左右6本ずつの水力式単排気管とし、エンジンの排気で下流を吹き飛ばす処置が取られた。このため胴体の成形は、大型のフィレットを設置するなど、最小限で済んだ。また全部では、胴体の深さも下部に向かって若干増しており、エンジンの下に当たる部分には、潤滑油用ラジエータを新設。 空冷化に伴い、不要となったラジエーターは、胴体下方から取り外され、除去後の機体下部はフラットに成形された。設計変更部分はほぼ胴体全部のみということも、あり、正式発注からわずか3ヶ月後の12月末には、すでに設計完了し、1945年2月1日、または11日には、初飛行に成功した。 短期間での開発ながら意外な高性能が認められ、2月中には5式戦闘機として採用された。首なしで放置されていた機体は2月の時点で約200機存在したが、これの改造も含め、大増産が開始されることとなった。ただし、歴史群像編集部、P-77 によれば、あくまで3式戦闘機2型の補助という位置づけであり、並行生産されていた。 しかし1945年7月には3、式戦闘機2型の生産は打ち切られ、生産は5式戦闘機に一本化されている。5式戦闘機の武装は3式戦闘機1型長、または2型と変わらず、機種に 20mm 機関砲、保護2門、翼内に 12.7mm 機関砲、保1032門である。他、機種の短縮により、 若干前方視界が向上した。三式戦闘機は、旧来、ボーイフレンド -109 などと、同様、キャノピー後部と胴体が一体化した、ファストバック式風防を採用している。特に視界についての大きな苦情は、前線部隊から提されなかったとする文献と、苦情があったとする文献がある。 いずれにせよおよそ1944年12月以降、または6月以降に生産された五式戦闘機の機体は、日本機で一般的な累積型風防となった。なお、キャノピーの違いによる型番の違いはない。いずれにしても五式戦闘機、I 型である。ただし、便宜上、ファストバッグ型を1型コ、累積型を1型オッツと呼ぶ場合があるとの説もある。 なお、累積型については、日本の工業力の低さなどから、キャノピーの合わせは、あまり良くなく、隙間に大量のグリースを注入しておかねば、飛行時に操縦士は、振動から来る轟音に襲われたとする資料もある。また原損機を確認したところによれば、累積型キャノピーの固定部と可動部の合わせの部分には10ミリメートルもの隙間があり、機密性はあまり期待できなかったようだ。 採用後は急ピッチで量産が進み、2月の時点で工場内に200機滞留した首の式体を5式戦闘機に改造した。多がによれば、エンジン部長の3式戦闘機が5式戦闘機に改造されたともし、太平洋戦争研究会も破40の問題で納入されなかった1型からの改造機もあったとする。その後は、月産200機を目標に製造が続けられた。 2月に1機、3月に36機、4月に89機と、量産は急速に進んだ。定説では3機の試作機を含め合計で393機が生産されたとされる。多くの3式戦闘機装備部隊が5式戦闘機に機種改変を行った。5、17、18、59、111、112、244の 各船体が五式船を受領している。ただし、生産規模は、所詮400機足らずであり、すべてが置き換えられたわけではない。生産数は文献により分かれる。片淵によれば、岐阜工場で1945年2月に1機、3月に36機、4月に89機、5月に131機、6月に88機、7月に23機、8月に10機、 合計で381機が生産、または改造され、それとは別に、都の上工場で17機以上が生産されたとしている。したがって、総計を398機アルファとしている。渡辺、ピカレッラでは、試作3機を含め総生産数を390機としている。いずれにせよ、うち275機は、首なしの3式戦闘機2型からの改造であると、 推測され、上述の通り1型からの改造機もあったとする説もある。なお6月以降の生産数が急激に減少しているのは、1945年6月から7月にかけて、川崎飛行機岐阜工場を呼び、周辺工場が空襲で被害を受けたためである。また、派112通の生産力にも限界があり、さらに1944年12月には、 三菱の発動機工場が空襲の被害に遭い、生産の停滞が目立ち始めた。川崎航空機には1945年7月14日、陸軍大臣阿南コレチカより機100の開発について感謝状を送られている。五式戦闘機に搭載されたハ112通は、もともとは海軍で採用されていた三菱製の航空用発動機であり、海軍名称を 金星62型という、空冷20星型14気筒で、燃料噴射式、ボア 140mm ストローク 150mm、シリンダーあたりの排気量2.31リットル、総排気量32.34リットル、圧縮比7.0、回転数は 2600rpm で、直径 320mm の延伸式二足下級機を備えている。 なお、増速比は1速が7.0、2速が9.2。微小出力はプラス500水銀中ミリメートルで1500馬力であるが、高小出力はプラス300水銀中ミリメートルで1速1350馬力、2速1250馬力。重量は 675kg 補機 19kg、寸法はおおよそ全長1660ミリメートル。 全幅1 2 8 0ト、mm、ル水メタノール噴射機構付きである。この装置は、吸気圧を自動的に感知し、必要な時に必要なだけの冷却を行い、さらにガソリンの量を制限して、代わりに水で出力を得るといった機構を持つ。高度、空気温度、吸気圧、加速レバーと連動して、自動的に適切な量が噴射されるが、手動での調整も可能であった。 噴射はシリンダーに直接行われるものではなくその直前の吸気管内で行われる。波112通は陸軍でも1943年3月より100式、司カサ3型で運用されており、5式戦闘機が実際に計画に移された1944年10月頃には、すでに十分な運用実績があった。なお100式、司カサ3型については、 高度8000メートル1万メートルで優れた性能を発揮したという。波112通の信頼性と整備の難易に関し、一部兵員からは燃料と潤滑油を入れれば、いつでも飛ぶといった評価があったとされる。さらに三式戦闘機2型が搭載した水冷式エンジンの無ごたる稼働率の反動もあり、信頼性の高さは大歓迎された。ただし、 金星自体は1936年以来長く実績のある、実によく回るとされるエンジンながら、金星62型自体は採用されて数年の新型エンジンであることは確かであり、また水メタノール噴射装置、燃料噴射ポンプという新機構も用いられている。波112通は波140とは比較にならない信頼性を持っていたにしても、 絶対的な信頼性があったとまでするには、至っていなかった。ともされ、飛行第244戦隊では、内地での基地移動時に、多数の脱落機を出したエピソードが存在する。ちなみに、ハ112ツールは、エンジン本体は同じもので、排気タービン、ルニを増設しただけのもの。これは、重量 54kg、ブレード平均直径 276mm。 胴長さ 43mm、胴数80枚の単断式のもので、回転許容は2万 rpm、タービン入り口の排気ガス温度は700度であったという。波112通自体は1段2足下吸機であるので、排気タービンを加えると2段2足式となる。なおエンジン側にもともと水エタノール噴射装置がある、ため、新たな冷却装置は、装備されていない。 ただしこの要目はあくまで百式、スカさサさの文献を参照し紹介しているもので、五式戦闘機、通型に装備されたものと全く同じ要目であるとも、限らないため、参考にとどめていただきたい。百式、スカさサさの場合、この下級機の有無で、高度1万メートルにおいて、時速50キロメートルの差を生じたという。当時、 三菱の航空機発動部に所属していた総画部、正幸は、五式戦闘機、通型とほぼ同様に試作機四機のみの完成で、終戦を迎えたものの、少なからざる問題があったにせよ、実用化の見通しはついていたと回想している。総画部の提示する、性能曲線グラフによれば、波112、ツールは、高度1万メートル以上でも1200馬力以上を、発揮でき、これは、 高度5800メートルでの波112通の出力とほぼ同等である。五式戦闘機一型には偽装の違いにより一型項や一型オツなどと実感を付して呼び分ける書籍が存在する。これらは軍による公式な故障ではなく戦後になってルフした便宜上の故障でしかないが、一型項と一型オツと分ける定義には以下のような解釈があり、 定説は存在しない。1945年2月から開発に着手した型でターボ加級機ル100に搭載の波112ツールを搭載した機体である。このエンジンの排気タービンは海軍の雷電100式司ささだなどで装備試験が実施されたものである。このエンジンは高度1万メートルで1000馬力を発揮した。重量は 従来のエンジンより1 5 0ラム増加したが、高度1万メートルまで18分で到達した。速度は、高度8000メートルで、時速5 9 0トル高度1万メートルで、時速5 6 5トルを発揮した。下級機及び空気取り入れ口は、I 型と異なり、機種仮面に装備された。元々あった、薬莢から入れは撤去され、 機外に排出される形に改められている。高高度戦闘機であるため燃料冷却系の装置は撤去された。実用化されれば、日本陸軍で唯一の排気タービン装備の実用単発戦闘機となっていたであろう。本機であるが、エンジントラブルは少なく、担当の一人である航空審査部の名取少佐は何分一機を審査したのみであるので正確な。 稼働率は分からないにせよ、手応えは相当に良かったと回想している。この排気タービンについてより詳しくは812、2も参照のこと。この型の機体は4月に設計が完了し、5月には実機が生産された。9月から量産が予定されていたが、終戦のため試作機3機の生産に終わった。本機の飛行性能に関し、 好意的な評価や証言が多数見られる。五式戦に対する操縦者からの評価は総じて高く陸軍戦闘機最優秀とする意見も少なくない。川崎のテスト操縦士からの評価も上々であった。ただし、性能に顕著な差を感じるほどではないとする証言もある。なお、当時の文書において高速で鈍重な三式戦闘機2型を重戦。 低速で軽快な5式戦闘機を、軽戦とした書類も存在したとされ、3式戦闘機2型と比較して、軽戦と言われることもあったという。武装は前述の通り、5式戦闘機の武装は3式戦闘機1型長、または2型と同様、機種に 20mm 機関砲、保護2門、翼内に 12.7mm 機関砲、保1032門を装備している。 空冷エンジンである、ハ112通の搭載に伴い最も向上したのは信頼性、実用性である。前述の通り5式戦闘機に搭載されたハ、ス -112 通は、従来の3式戦闘機が搭載していた、液冷エンジンハ、ス -140、またはハ、ス -40 とは、比較にならないと言っても良い信頼性を発揮し、 燃料と油を入れれば、いつでも飛べると評されるなど、各所で高く評価された。エンジンを乾燥した結果、機体からラジエーター及び配管とバランス調整のため、搭載されていた、胴体後部バラストも撤去することとなった。エンジンだけで破40と比較して8 0ラム破140と比較して1 6 0ラムも、軽量化されている。これにより五式戦闘機は、 自長で三式戦二型の 2855kg から 2525kg へと 330kg の軽量化がなされた。これは一型定の 2630kg よりもなお 100kg 軽いものである。結果、機動性に影響を及ぼす、翼面荷重は 192kg 平方メートルから 180kg 平方メートルへと低下した。 他の利点として、機種の短縮とバラストラジエータの撤去は、重量物を重心近くに集める結果となる。こういった意味からも機動力が向上していると見られる。ただし直接の関連性は不明だが、機体の上下の安定性不足を指摘する証言もある。本機を買って戦い、戦後新中軍に壊れて、本機の空輸を担当した稲山秀明隊は、 やはり機種が短いため立ての安定性が悪く、離陸直後の低速時には姿勢保持に注意が必要だったと回想している。5式戦闘機は3式戦闘機よりも全面投影量が増えたため空気抵抗が増し、2型の時速 610km と比較して時速 580km と最高速度は低下している。 ただし2型は60機程度が配備されたに過ぎず、一般的に配備されていた1型艇の時速 560km よりは、向上が見られた。すなわちエンジン出力が、従来の1175馬力から1500馬力へと増強されており、従来から多数配備されていた1型腸と比べれば、名目上で時速 20km。 実際には35時速 40km の速度向上が見られた。巡航速度では1型との比較で50時速 60km 向上したという。また、丸編集部によれば、同じエンジンを装備した0式艦上戦闘機の54型と比較して速度も上昇力も上回っている。5式戦闘機は高々度性能も日本機としては悪い。 ものではなく、3式戦闘機よりも上回っていたという証言もある。例えば、飛行18戦隊操縦士の角田隊員による3式戦では、高度6000メートルから8000メートルの B-29 に、髪型からの一撃をかけるのがやっとだったが、5式戦では一度降下した後再び上昇してに、撃をかけることが可能で実際に、 B-29 を撃墜したというものがある。なお、高々度性能を向上させるため、両翼の 12.7mm 機関砲を撤去し、さらなる軽量化を行った部隊もあったらしい。なお、カタログスペック上の上昇性能は2型と同等程度である。また、高度 5000m までの上昇力は6分と2型とは同等であるものの、1型程を1分上回り、 4式戦闘機よりも優れたものである。また急降下性能は3式戦闘機譲りの大変優れたものであった。飛行第59戦隊所属の一型高前術の通り各所からの評判の非常に高かった本機であるが、5式戦闘機を称える顕著な例としては、明けの共同飛行士団のゆズ原ラ美中佐が5式戦を操縦し、 模擬空戦において2000馬力級の4式戦闘機3機を相手に有利に戦い、その上、航空本部に5式戦1機は4式戦3機以上の価値があるから全力生産を行えとの進言を行ったとする説がある。日立共同飛行隊でも4式戦と5式戦を比較し、特に上昇力、旋回性能など、文句なく五式戦が上と結論している。 五式戦を装備した飛行第59戦隊は P-51 となら対等 F6 回なら問題なし F4U ならかもと評した第244戦隊長小林照彦少佐などは五式戦をもってすれば絶対腐敗とまで言ったという実際の操縦者たちからも好意的な証言が多く見られる 飛行第244戦隊第一中隊長、幾野綾介すけ隊は、玉切れの状態で8機の P-51 と、交戦するなどしたが、五式戦闘機で、P、P-51 に撃墜されないことについては、絶対の自信があったと証言している。義足のエースとして、著名な日の木予兵少佐も、機体の名機であり、旋回性が良いため無理をしない限り絶対に落とされる。 機体ではないと評したほか、方向打ペダルの形状から、自身の義足を改造する必要はあったものの操縦は、容易で性能は、十分に満足できるものであり、P-51 に、旋回性能で勝るのみならず、中高度であれば、速力でも劣らなかったという。エンジンについては、ヒノキでは、整備が楽で100%近い稼働率を誇り、信頼性が高く、 前回での連続運転にも大いに信頼が置け、三匹戦闘機とは、天地の差である、せめて半年前にこの機体ができていれば、戦局も変わっていたのではなど、三事を惜しまない。ヒノキでは信頼性100%稼働率100%で、あるとまで記している。前述の稲山隊は、故障が少なく操縦性能も良好で初心者でも、乗りこなせるのが素晴らしく。 当時の陸軍戦闘機の中で最も旋回性能が良かったとするが、前述の盾安定性の問題のほか、火事が軽すぎて頼りなかった点も指摘している。他にも上昇力があり、飛行はスムーズで3式戦闘機より軽く感じるなどの証言がある。1型長と比較すれば高速化され、さらに軽量化と大馬力化が実現されており、稼働率も上昇した。 実戦部隊はこれを強く歓迎し、五式戦闘機が配備された航空隊の士気は非常に上がったとされる。航空審査部は1945年2月に不時着した P-51C を露飼し、模擬空戦に使用している。渡辺によれば航空審査部が行った模擬空戦では五式戦闘機にとって決して分が良いとは言えなかったようである。 なお、クロエノカル P-51 シート三式戦闘機の模擬空戦を目撃したヒノキは、P-51 に対しては三式戦闘機では、全く相手にならなかったと表している。その他外国の文献では、ウィリアム・グリーン第二次大戦の世界の軍に大き第三艦に、その性能は F6 階を上回り、P-51 に匹敵するもので、 即席の作品としては最も成功したものの一つである、などと紹介されているという。飛行第111戦隊の5式戦1型5、式戦闘機の飛行性能は3式戦闘機1型艇を超え、最高速度は低下したが、運動性の観点から比較すれば3式戦闘機2型以上の性能を示した。また、稼働率が向上し、予想外の高性能を発揮した。 また、連合軍機との戦闘によく応えた。ただし、連合軍機と比較し、結出した性能を備えた、高性能戦闘機というわけではない。1945年6月5日、飛行第111戦隊の13機は、B、B-29 爆撃機を攻撃し、6機撃墜、5機不確実、操縦士脱出者23名を、報告。 五色戦の未帰還機は2機だった。7月16日、やはり飛行第111戦隊の、義足のエース日野木与平商佐と、江藤豊樹少佐に引き入られた24機の五色戦が、伊洋島を出撃したアメリカ陸軍航空軍、第21戦闘機軍、第506戦闘機軍所属の P-51、アメリカ軍側記録では96機と三重県、松阪市上空にて抗戦し、 撃墜6機、不確実5機、悲撃追5機の記録が残っている。この戦闘で、日ノ木少佐は15機の P-51 に包囲されるも、これを振り切り無事期間、かつ1機撃墜した。ただしこの戦闘は、多数の米軍機に、かっこ撃破される苦しい戦闘であり、日ノ木の指揮も適切ではなかったとの批判もある。7月25日。 滋賀県神崎群付近上空で、アメリカ海軍の軽空母、ベローウッド所属の18機の F6 海に対して、飛行第244戦隊所属機のうち16機で、挑み、悲劇追1機と引き換えに、撃墜12機を放じている。1945年7月28日には、飛行第244戦隊が18機の後式戦闘機で24機の F6 海と交戦し、 二機を、失うも十二機を撃墜するなど、質量ともに厳しい航空戦を強いられていたこの時期に、あって、少なくない戦果を報告している。ただし7月25日の戦闘のように、日本側は、F6 回を十機撃墜三機撃破、自軍の損害二機とするも、米軍側の記録では逆に撃墜八、撃墜不確実三、撃破三、自軍の損害を二とするなど、 実際は互角であったというケースもある。なおこうした戦火の2倍から3倍の5人、重複などは日米共通の空戦における普遍的な判定であった。しかし、連合軍機と互角に戦闘可能な新型戦闘機の出現により、前述した244戦隊操縦士の証言などに見られるように、前線部隊の意気は大いに上がった。 5式戦闘機は1500馬力クラスであり、アメリカの P-51 ムスタングに及ばぬまでも、接近する出力性能は、持っていた。しかしながら P-51 は、空気力学的洗練により最高で時速 700km 以上の速度性能を発揮し、同じ日本の4式戦闘機や、各国の新鋭機は、のきなみ2000馬力クラスかそれ以上であり、 カタログスペック上から見れば、戦局を覆せるような新鋭高性能機などでは、なく、元来は三式戦闘機2型の実用化までのつなぎの意味もある戦闘機であり、さらには空襲の被害などにより、戦局を覆せるだけの大量生産がなされた、わけでもなかった。だが、連合軍新鋭機、F6 回及び F4U と互角の戦いが行えたことは、 実証されており、末期の日本陸軍航空隊の指揮のよりどころとなった。なお、戦中、アメリカ軍は五式戦闘機の存在を認識しておらず、特に、コードネームは与えられていない。小牧基地で四機が接取され、アメリカに搬送されたが、本機は、特に、アメリカ軍の興味を引かずまた性能テストもされず、戦後のレポートでは、 性能や構造などで特に感銘は受けなかったらしい。終戦時、数機の五式戦が、米空母に搭載されて、アメリカ本土に輸送されたが、その後の消息は不明である。イギリス空軍博物館に展示されている五式戦1型世界で、唯一の現存機としては、イギリスのイギリス空軍博物館に所蔵されている、1945年6月製造の1型と、 される機体がある。本機は、陸軍航空輸送部高見ヶ原飛行機部の手により、1945年7月末に、小牧を出発し、上海、台湾などを経由し、シンガポールに向け改装中、8月に経由地である、カンボジアで終戦を迎え、サイゴンのン村ニャット飛行場にて、イギリス軍に、接収、零式艦上戦闘機、百式司令部偵察機、 4式基本練習機などとともに持ち替えられた。終戦直後の1945年11月に行われたテスト飛行中の事故でオイルクーラーやプロペラ、オリンなどが破損したため、すべてがオリジナルパーツというわけではないが、エンジン、機体ともに極めて良好な状態にまでレストアされており、1986年頃にはエンジンの地上運転を行ったこともある。 同博物館では、本機は、世界の航空史に残るマイルストーン的存在の、名機として開設されており、2003年11月から2011年9月まで、RAF 博物館ロンドン館マイルストーン室に展示されていたが、2012年1月末からは、同博物館コスフォード館で公開されている。エンジン排気管周りのアレンジは、 同時代の日本機よりも、モデルとなった、f w 1 9に近い使用単位については、Wikipedia、w i k i ェクト航空、物理単位を参照所言は突起なき限り渡辺、幼児間末資料、及び学習研究者歴史群像太平洋、戦士シリーズ61、三式戦、飛燕五式戦、P160 の折り込みによる。爆走については、 エアロディテールの P48 や、間末資料でも確認できる。五式戦よりやや早い時期に、DB601 を、愛知航空機で、海軍向けに国産化、改良した水冷エンジンの厚田32型の、生産遅延のため、環状爆撃機、水星でも、首なし機体が、愛知航空機の工場内外に滞る状態となったことから、エンジンを、 空冷の金星62型に乾燥した水星33型が生産されることになった。詳しくは当該項目を参照。ありがとうございます。